6月27日、木曜日から30日、日曜日にかけて、東欧ポーランドにて2024年 WRC 世界ラリー選手権第7戦、ラリーポーランドが行われ、トヨタガズーレーシングワールドラリーチーム TGRWRT からは3台のトヨタ GR ヤリスラリー1が出走し、急遽大役として出走したカデロバンペラ、ヨンネハルプ年ネン組、 69号車が総合優勝を飾った。エルフィン・エヴァンス、スコット・マーティン組、33号車も2位表彰台を獲得し、TGRWRT はワン・ツーフィニッシュを達成。勝田高本アーロン・ジョンストン組、18号車も、大会前半は苦戦しつつも日曜日にペースを上げ、総合8位でフィニッシュ。合計で6ポイントを獲得している。 7年ぶりの WRC 開催となったラリーポーランドの最終日デイ4はサービスパークの周辺から西側のエリアで2本のステージを各2回走行。4本のステージの合計距離は 63.06km、リエゾン、行動区間も含めた総距離は 190.18km だ。デイ4も天気は良く、4本のステージともドライコンディションでの戦いとなった。 デー3で総合首位に立ったロバンペラは総合2番手のアンドレアス・ミケルセンヒョンデアイ・ I20N ラリー129.4秒のリードで迎えたオープニングの SS16 で2番手タイムを記録そしてこのステージでミケルセンがタイヤのトラブルにより大幅にタイムを失ったことによりロバンペラは大幅にリードを拡大そして 3番手タイムを記録していたエヴァンスは総合2番手に順位を上げた。その後、SS18 ではロバンペラが今大会9本目となるベストタイムを刻み、総合2番手エヴァンスとの差を20.6秒に。迎えた最終パワーステージでロバンペラは3番手タイムを記録し、第3戦サファリラリーケニア以来となる今シーズン2勝目を飾った。 ロバンペラはこれで WRC トップカテゴリーでの優勝回数は13となり、69号車をドライブするロバンペラにとって、WRC69 戦目を勝利で華々しく飾った。一方、エヴァンスは最終パワーステージでタイヤから空気が抜けてしまい、7番手タイムと遅れを取ったものの総合2番手の座を守りきって今季4回目の表彰台を獲得した。 日曜日の合計タイムによってのみ争われるスーパーサンデーはロバンペラが2位エバンスが4位でそれぞれポイントを獲得ロバンペラは土曜日までの順位で獲得したポイントにスーパーサンデーとパワーステージで得たポイントを加えドライバー選手権6位に順位を上げたまたエバンスはパワーステージのポイントこそ逃したが 合計では選手権首位を争うライバルたちよりも多くのポイントを獲得。ドライバー選手権では単独2位に復帰し、首位ティエリー・ヌービル、ヒョンデ I20N ラリー1との差を15ポイントに縮めた。なお、TGRWRT はマニュファクチャラー選手権2位の座を守り、首位ヒョンデシェルモービス WRT との差を10ポイントに縮めている。今回が、ラリーポーランド。 初出場だった勝田は最終日も総合8位を守りフィニッシュパワーステージは5番手タイムスーパーサンデーでは6位に入り合計6ポイントを獲得して大会を終えた TGRWRT のやりマティー・ラトバラ代表は勝ってロバンペラとヨンネ・ハルックネンがこのラリーで優勝できたのは信じられないことだとスーパーサブロバンペラ組の勝利を喜んだ 火曜日の午後、カーテに連絡してポーランドへの出場を依頼したときには、優勝は期待していないと彼に伝えていた。それでもカーテの実力ならば少なくともトップ5に入れることは分かっていたし、それでも選手権では我々にとって有利になるだろうと考えていた。もちろん、準備時間のない状態でラリーをスタートさせるのは、選手たちにとって決して良い方法ではないことは分かっていた。 それでもチームのことを考え、全力でサポートし、多くのポイントをもたらしてくれた彼らに心から感謝する。また、この週末カーデとヨンネをサポートするために全力を尽くしてくれたエルフィン、エヴァンス、トスコット、マーティンにも感謝したい。ワン・ツーフィニッシュという結果は、これ以上ないほど素晴らしいものだ。エルフィンがより多くの選手権ポイントを獲得できなかったことは残念だが、 それでも全体的にはポジティブなリザルトを得られたと思う。2024年 WRC の次戦、ラリー・ラトビアは、これまでエルクヨーロッパラリー選手権ではおなじみの大会で、WRC イベントとしては初の開催となる。今大会同様に、高速のグラベルラリーとなっており、今大会と同じかそれ以上にチャレンジングなラウンドになるだろう。 2024年シーズン第8戦目となるラリー・ラトビアは7月18日木曜日から21日日曜日にかけて開催される予定だ。